一人称視点にできるモッドが出ましたので遊んでみます。カメラのズームを最大限まで寄せることで一人称となります。いやー、すごい迫力、地面が近く感じる。サバイバル感が三人称よりもアップした気がしますね。カメラを引けばすぐに三人称にも戻せるのがいいところです。植物を採取したり、ベリーを取るのもなんかリアル、わら。鹿を弓で狙うと狩猟感がアップしますね。イノシシも近接攻撃でお肉をいただきます。一人称で海を泳いでみます。めちゃ綺麗ですね、水の中は。三人称では見れなかった光景です。泳ぎに夢中になっていると、スタミナを忘れてしまいます。ツルハシで石を取ってみることに。なんか直帰してしまいそうな感じもするが、わら。木を伐採するとこんな感じ。倒れてきたら怖すぎだー。顔が近い。最後は肉を焼いて晩ご飯いただきます。ハンター生活感がいいですね。それではそろそろモッドの導入方法をご紹介します。画面左がゲームフォルダで、画面右が今回のモッドをダウンロードして解凍したものです。ダウンロード先は動画の説明欄ご参照ください。今回のモッドは前提モッドとして別品 EX が必要ですので、導入の仕方は前回の無限建築の動画ご参照ください。今回のカメラモッド DLL をゲームフォルダの別品 EX プラグインの中へコピーするだけです。これで準備完了です。ゲーム起動すればズームインが一人称まで寄れるように、一緒に起動した別品 EX のウィンドウは最小化しておきましょう。いかがだったでしょうか。僕はサバイバルゲームは一人称の方が好きなので、没入感が上がる今回のモッドはいいものだと感じましたが、同じような思考の方いましたらぜひ導入してみてください。今回の動画参考にでもなりましたらぜひチャンネル登録をお願いいたします。面白いモッド出ましたらまた動画作りますよ。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのおかげでチャンネル登録600人本当にありがとうございます。まだまだ底辺チャンネルではありますが、新しい発見や面白さを皆さんと一緒に共有したいと考えていますので、ぜひチャンネル登録とベル通知音をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっています。